長い百花繚乱、はーい、美人女流雀士より三人麻雀の企画百花繚乱、今回は第7回を迎えました。それでは今回出場される皆さん、ご登場いただきたいと思います。こちらの方々です。イエーイ、テンション低っ。なんかこんな感じだったっけなって思って。いや、わかんないです、僕も久々なんで。久しぶりだよね、久しぶり。本当じゃあ皆さんちょっと自己紹介をお願いします。はい、ジャムリドット TV 七瀬静香です、よろしくお願いします。最高位戦日本プロ麻雀協会関西本部の高橋樹です、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。最高位戦日本プロ麻雀協会所属平田愛子です、よろしくお願いします。お願いします。結局このメンバーに戻ったんですか。すいません、私なんか前回、うん、あのお腹痛いってサボったでしょ。え、全部全部ちゃんと言っていいんだったら全部まあ尺1時間ぐらい長い、うん、長いならいい。長い、え、ダメなんですか。別にあの本当この仕事が嫌だとかそういうことでいなかったわけじゃないですし、トラブル、トラブル、ずる休みじゃない。大阪まで来んのめんどくせえ。いやいやいや、まあ、ちょっとお腹痛くなったしかやろうって。いやマジちょっとどころじゃなかった。死ぬかと思ったからマジで。おかげで呼び出されたのがジロコさんですよ。ね、両生類の方ですよね。両生類カエルじゃねえ。いけるみたいね。本当なんかその説はもう本当皆様にご迷惑をおかけして。すいません。いや戻ってきてくれてよかった。本当に良かったです。嫌いじゃなかったんだ。よかった。大好きよ。よかった。なんなら奈々さんがもうあいついいからやって言ってない、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 待ってたよね、ジュリちゃんとかって言ってたもんね。仲いいと思ってたのに陰でそんなこと言ってない。いや本当にもう二度とこんなことがないように日頃から体調管理をしっかりされたら頑張ってください。はい、前回なんですけど、はい、高橋プロが連覇、すごい、しかも大逆転みたいなね。いやいや強いっすね。強いな。バリーどうしたんですか。バリーバリーなんか特に何に使ったとかなくなくなりました。普通に普通になくなりました。じわじわと消費してた感じ。日常生活日常生活でなくなった。 あってもなくてもそんな変わらんやつやんそれ。いやいやでもね、今日は今回3連覇目標ですね。頑張ります。はい、次こそ貴族の生活をできるように。貴族になる。何賞金上がったみたいな。で、七瀬さんが惜しかったんですよね、プラス70。わね、ね、前回2着で。そうなん、あれ買いましたよ、あの麻雀の家でできる、はい、あの下のやつ、緑色のやつ。マット、マット、マット、なんかずっとクリクリクリってやってて、はい、跡がついちゃって、うんうんうん、こんな感じになるから、灰が。だから新しいマット、4000円ぐらいで買いました。なんかこう、いいね、自動卓が絶対に買えない金額だけど、伝わる感じ、ね、だからそれをね、感じがね、新しくしました、そのマット、はい。次はマージャンパイ、マージャンパイ持ってるんですか。マージャンパイ持ってるんですけど、あの本物の竹を買いたい。竹の範囲ね。竹の範囲、今ちょっとあの軽いやつなんで、重いやつを買いたいんで、優勝したらちょっと買います、次はね。それで、あの優勝の予想投票なんですけど、はい、全部で11票すごい、増えてる。で嬉しいね。増えた、増えてますよ、増えてる。11って増えたの。え、増えてない11って。なんかなかなかゼロつかないよね、あの数字の後にね。うんうんうん。なんかね、なかなかね、なんか桁が違うんじゃないですか。体感でこういうのやってて一桁ってあんま連続的に見ないんだけど、なんかなかなか、ね、少なみたいな。いや、なんか多分みんなすごい悩んじゃった結果期限が消えてくんだと思う。あ、そうだね、迷って迷ってね。そうそう、みんないい子だから。高橋さんが5票。おお、すごい多い。奈良さんが3票。わあ、すごい多い。もう山脇プロと二郎くんも上回ってますからね。しゃあ、人気じゃん。むしろ、ひなさん優勝してないでしょ。私ね、このね、この間ね、大きい大会勝ったんですよ。あ、6位っていう。そうそうそう、ちゃんと百花繚乱のおかげでしたって言った。めっちゃ最高位戦の先輩方のおかげでとか言ったんでしょ、どうせ。でも1ミリも出てこなかったですね。うわ頭の片隅にもいなかった。頭の片隅にもなかった。もういいっすよ、ひなさんのとこだけぼかし入れて。友達入れて。ここだけ本当にね、全然勝てなくて、みんな強いんだろうなと思って。ね、うん、はい、それでは、今回のゲストに登場してもらいましょう。こちらの方です。イエーイ、あらー。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、千葉県から来ました。あれ31歳 B 型小笠原奈央です。よろしくお願いします。お願いします。そんな丁寧にさ自己紹介してくる人いないよ ね。プロフィール全部言っちゃった。大丈夫、お願いします。 B 型だったんだね。いろいろと知れたね、今の一瞬で。奈央ちゃん来たよ、かわいいね。え、小笠原さんは、はい、三人麻雀の方は好きなんですけど、はい、下手くそなんですよね。わかる、あるよね。点数サンマっていうのはやったことがなくて、はい、そうなんですね。そうなんですよ。
で一回ちょっとやばいなと思って梶本さんに設定お願いして。ずるいよね。一週間ほど前に。はい。すごい。やりました。すぐ開けてくれましたねって梶さん。すぐ開けてくれました。どういうこと？優しいじゃないですかね。日付が？いや、なおちゃんスケジュールが、スケジュール的にこれはもう開けますよ。当日めっちゃ忙しかったけど、練習するって言われたことすらないよ、あいつだってひなたのために言ったことねえでしょ、こっちに来ねえし、練習しねえし本当すいませんでしたまあでもその練習の成果もあってね、はい、はい、今日は頑張りたいと思います。はい、あ、そうです、そうです、ちょっと私プレゼントを持ってきます。嬉しい嬉しい嬉しい、わーいわーい、はいはいはい、視聴者プレゼント。あ、視聴者こちらじゃないのね2019年連盟カレンダーというのをうちの団体で出しております。おぉ、いろんな、なおちゃんいるの？私ここに、お、やば、あ、すごい、あの、面積少ないやつじゃん。布の面積少ない、布の面積少ないやつ見て、ほら、さすがスタイルいいっすね。すごい、セクシー。え、これは何、私脱ぎたいですって言うんですか？言ってないです言ってないの言ってないんだ。これ全部宮内梢プロがプロデュースをして、毎年梢さんがね、梢さんがプロデュースして、山脇さんも前回出た山脇さん。あ、確かに、はい、そんな連盟家のカレンダーを、この数だけですか？4部しか持ってきませんでした。いや、でも、初めてじゃないですか、プレゼント持って。ありがとうございます、本当に助かります。ありがとうございます、嬉しい、これマジでいいね。このカレンダー、サインも書いていただけて。あ、サインも書きます。なんならついでに皆さんもみたいな。関係ないけど大丈夫ですか？怒られない、怒られない。どこに書く、どこに。はい、じゃあこの申し込みはこちらの方でとかでいいですか？はい、じゃあこちらの方でお願いいたします。さあ、というわけで今日オープニング長いな、汗かいてきましたよ、はい、びしょびしょになっちゃってじゃあちょっとルールの方、ルールの方、ルールの方、いや、この部屋が暑いんだって。はい、3万5000点持ちの4万点返しです。で、馬がね、4万点ない時に沈みのマイナス1万点を払います。で、食いたんなし、先付けなしの、まあ、いわゆる勘先ルールですね。で、赤がウーピンウソで2枚ずつで、ペイが、共通の役牌です。で、花牌ですね、これが、4枚入ってまして、カジドラって言うんですけど、こういうやつです。かわいいやつ、こういうやつ、こういうやつです。すごいかわいい、カジドラ知ってるでしょ、もう棒か、お前ら棒のように言うな。蝶ネクタイしてるんで、今日僕ちょっと蝶ネクタイしてきたんですけど、赤いやつなくて汗が止まらない。はい、で、オーラス、全員が4万点ない場合は帰り等になります。で、あの、箱になった場合ですね、飛びはマイナス1万点のペナルティがつくんで、そこはまあ気をつけていただきたいと思います。そして気になる賞金ですが、上がったかもしれない。ちょっと丸が多いっすよ、丸が。増えてるから、30万バリー、イエーイ。いや、いつもと一緒な気がする。一緒、はい、2位が15万バリー、3位が5万バリー、4位なし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 、4位なし。小笠原さん、1バリーってめっちゃ高いんですよ。え、あの、1バリーってめっちゃ高い。急にそんな分かんなくなった。今あそこでもう答え合わせみたいなんで、はい、10バリーが1円なんですよ。めっちゃ高くないですか？30万バリー、30万バリーめっちゃ高いと思いきや、はい、ジュリちゃんが生活費ちょっと足しになったぐらいって言ってた。3000、もちろん小笠原さんに比べたらね、いつもね、100万円のタバコを置いて、おとといぐらいまで私3000円しか持ってない。わかりました、ちょっと気まずい雰囲気になった。じゃ、超欲しいね。めっちゃ欲しい。バリーめっちゃ欲しい。はい、それでは対局スタートです。第7回百花繚乱始まりますよ。イエーイ、始まりますよ。新しすぎて始まらないってことで。始まらない、始まらない、始まります。今まだだ、準備中だね。始まりますよ。あ、始まったよ、始まるよ。イエーイ、イエーイ。じゃあ1回戦やりますんで、はい、今回皆さんに、お一人ずつ意気込みを伺ってまいりますね。どうしたら違うよね、中島さん、こんな感じでしたっけ？なんか違うよね、なんか偽物じゃない？不思議な感じだよね、うん、はい、まずはちいちゃんのひなたさん。はい、ひなた愛子です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、一シリーズぶりというか。本当すいませんでした、その説は。元気いっぱいです。3万はだからそれ以来ってことで
ですか。このカジさんルールのところはカジさんのとこでしか私やらないので、まあ、そりゃそうですよね。はい、他のとこではなかなか正直友達がいないので3人集まらないという、あ、寂しい話ですね。はい、なのでぜひ今度よかったら私ともやってください。わかりました。はい、今回は優勝、当然初優勝目指して、もうちょっとなんだろう、ネジぶっ飛ばしていこうかなと思うんですけど、なんか守りすぎるからいけないのかなと、なるほど、思うんですけど、どう思います？まあ、とりあえずね、攻めて攻めていった方がなんかとりあえずいいんじゃないですかね。あまり興味ないみたいなんで、もういいですわかりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして、なんちゃか七瀬さんです。七瀬です、お願いします。お願いします。何回座ってもめちゃくちゃ緊張します。もうやばい、出るなんかいろんなものが出そうになるくらい緊張してます。本当に分かんない、出ちゃいそう。でもやっぱり普段のね、パチトの収録よりはなんか特別な感じも、ね、いや、そうですね、慣れない感じもありますね。ちょっとこの空気に飲まれないように、この1回戦からトップ取れるように頑張ります。そうですね、ずっと出てるのは七瀬さんだけですからね。本当だ、本当だ、そう言われたらそうだ。お願いしますね。なんかみんななんだかんだちょこちょこね、初回なんいいし、腸炎で死んだし、あ、そうだよ、1回戦死んでる、ね、うん、ちょっと頑張ります。そうだ、七瀬ちゃん元気だな。元気だよ、頑張ります。よろしくお願いします。そして、シャーチャー小笠原プロです。はい、小笠原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと一瞬噛みそうになりましたが、はい、さあ、いよいよ対局の方になりますよ。はい、どうですか、普段と。お腹痛くなってきちゃう。お腹痛くなってきちゃう。そちらも緊張組ですか。緊張しちゃった。結構話しながらやるんで、はい、そこの近くに箱があると思うんですけど。ありました。そう、箱でいろいろ話題を作って喋ってもらったりするんで、喋りながら3まで忙しいですけど、ちょっと頑張ってください。お願いします。はい、よろしくお願いします。かわいい。はい、それでは1回戦東杯のスタートです。よろしくお願いします。はい、そして実況席には高橋プロにお越しいただきました。高橋がいます。よろしくお願いします。10、これ5の子ができないってことだよね。5の子ができない、こういうことだよね。ああ、14トンこれは5個目ですよね。そうです、そうです。5個目ドラが2品です。これ慣れない人たち、慣れない人たちが3人じゃないですかこれ。モニモニする。ドラ2品、ドラ2品だ。わあすごい、わあすごいって言ってるけど普通の感想だな。お、ダブトンが統一ですよ。やばい、緊張して。なんかトンバの親ってダブトンポンして、あとドラ集めて親回りみたいな。あ、そうだ、ね、いいの。これは出すっけ。カジさん以外出す時ある、どういうこと。抜きドラは、抜きドラはカジドラだけですよ。カジドラだけ1個取って、うん、もう久々だっけ。なんじゃな、前回休んだ。なんで、待って、なんか分かんない。え、なんか違う、はい、入ってます。入ってないって言ってるスタッフ。白っぽいやつ。白っぽいやつ。白っぽいやつ。はい、こちらが小笠原。あ、ん、あ、それ抜きて、そうです、いいピンっぽいけどね。あ、いいのかって。あ、これのことかな。え、これ違う。あ、これ違う。あ、抜いてた。戻ってきた。分かった、なんのこれ、うん、分かった、答えが分かりました。どういうこと。分かりました、すいません、なんか大丈夫で、あー、来ました、カジさん。おー、びっくりした。カジ1本ずつ。イエーイ、もう早い、終了の終了です、ね、これで2人やった。売り切れ感じですね。売り切れ感じみたいな感じですよね。感じみたいな。笠原はシャーチャーで、あー、お、赤赤、あ、これで初はポンできるけど、早速引いてもいいですか。1個いいですよ、引けましょう、うん、ちゃん、はい、止めればいい。えよ、なおちゃん、1個切って、はい、1個よかったらカメラに向かって読んでください。ね、はい、はい。あ、すごい。すごい。一発目。あ、祈り。あ、祈り。すごい。面白い。え、じゃあ好きなだけ語って。聞きたいよね。でもなかなか聞けないから。え、聞けないよ。裏話聞けない。裏話。あ、祈り出てたってすごいな。もう何年前ですかね。何年前あれ。見てたよ。大学4年生だから。おお。10年ぐらい10年ぐらい前か。10年前ぐらいの話。
そう、本当一般人で大学の頃に、うん、テレビ見てて相乗り応募って最後に出てくるから、あれに応募していや見たよ、見てたし、すごい見てた。その時麻雀はやられてない？麻雀は全くやってない。ルールも、ルールも全然知らない。そうなんだ。そうなんだね。え、なんだっけ、え、なんだっけお、全然初切らないんだ。同時にできない。同時にできないそっちからやるの大変ですよねでもなんかずっと喋り続けて、麻雀やってくださいって言われることないよね、あんまり。ない、ないよね。初めて。ここそういうとこあ、ちょっと長かった。100回をそれさせてくるからね。これも切っとこう。さっき奈々ちゃんが言ってたさ、これ何ですかって言ってた。はよ、何なんだろうね。ちょっと教えてくださいね。ここに出てる何が？いや、何がじゃなくて、多分ペイのお姉さん言ってたやつよ。何何何、なんか急に麻雀牌のことなんかペイのクールルールでやってるんだね。さあ、リーチが買ったイスピン、リーチカジイチ、リーチカジオモ。やばい、もう相乗りの話終わってます。やばい、ちょっと待って、今相乗ってる場合じゃないリーチ相乗りの話全然進まへん。どれのこと言ってたんだろう。何か、パツはなし。あー、嘘が赤赤だけにね、染めづらいね。なんか上がられちゃいそうだよね。パーソーはソーズがね、宣言杯の磯だけなので、現物のウピン、全然ぶっ放していかないですね。ねえ、ネジ外れてない日向さんのネジってどこなんですか？ネジ締めっぱなしですかって言いましょうか。ネジかけたらもう手固定だから相乗れるんじゃない？相乗れる、相乗れる、いっぱい喋れる。見逃しちゃうそう、大学生の頃にずっと元彼とこう縁が切れなくて、一緒に住んだりとか繰り返してて、それが嫌で相乗り応募して。へえ、それが嫌で相乗り応募されたんですね。え、なんでうまく別れられなかったってこと？ うまく別れられなかった南岸からリーズもニャン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 、3,000-5,000、はい、イエーイそんな感じだったっけ？イエーイいつもと違う空気ですよね。なんか違う、なんかみんな違うようだけどどういうのこと言ってたの？ペ、マジかよ。ペいつもね、やるとき抜くからさ、あ、そっかそっか、そう、これ何ですかって言ってた。ペイも抜こうかなと思っちゃってて。そう、は、まあ、破天荒じゃんでも、でもおかしいよなと思って。第7回だよね、100から俺は。そんなに客よ、抜かないなと思って。今日なんかカズさんも偽物だし、メッセージみんな偽物さあ、第2回目ね、ドラ、チーソー、はい、あんま良くないですか。家事が一人おる。でも、まあ、一目あるし。なんとか。うんうん。あれ？はい、大丈夫？歌風の何から。朝原は、両面ペンちゃん。あんこた。うん。日向が赤赤。イメンツ。あれ、こんなになんか、今回なんか初回みたいな、こんな番組だったっけなんかみんな久しぶりじゃない？ちょっといない間にちょっとなんか、あ、変わったな、システム変わったなとかみんな一回記憶か何かお亡くなりになったのなんだろうね、なんか不思議な感じ感じじゃなかった。え、なあちゃん初だけどさ、うん、あれ、なあちゃん初じゃないよね。ひなちゃんにあるなんか久しぶりだからさ、なんだろう嬉しいけどさ、あえてさ、みんなゾワゾワしてますね。でも大体も変だったし、なんか1回目は大体こんな感じじゃない？あ、それは初だ。なるほどね。そうそうそう、あ、うん、1回戦だからってことね。そうそう、3回戦目ぐらいからさ、ちゃんとしていって、うん、あ、そっかそっか、これからみんななんかもうちょっとモキモキしてくるってこと？そうそうそう、こんなんじゃないんですよ。もっと、え、もっとね、なんかね、あのね、なんていうのかな、盛り上がるじゃないけど、ね、いい意味で汚いみたいな。え？難しい。語弊がある。なんていうんだろう、ね、あの、飛び散ってるというか。なんていうの、飛び散ってるもなんか汚いものしか想像ができない。なんかこう、ポン、あ、ポン。
これはそうトイトイにするのか、まあ、でもドラチーソー出ちゃいますもんね。そうだよね。おトイトイその間にチーソー重ねたらトイトイドラドラ。あもっとお話ワーワーしない。そうもっとなワーワーなんだけど、なんかスタートがなんかいいじゃないですか。これでキューピンもちょっとポンしやすい。日向から出るかもしれない。でそうですね。ねこのえ麻雀ちゃんとできるかなっていう。まあ、そうだね。手抜くかどうか悩んでたもんね。そうそうそう。二三点。9万が一枚残ってますね。まだカジさんが二体いるよ。二体。二体。ね、ピン統一落としだって。見た。シーだって。でも見た。あ、梶本さんは喋ってくれたりはしない。梶さんは上で喋ってる。場所だけどね。上で喋ってる。場所的には。上ってどこだもん、ね。天空天空。上ってどこってなる。天空で喋ってる。なんか高く。お、ウーピン切って。そうなんかこれキューピンあ切らない。うん、あ、イエーイ。さあこれでドラと。チーソーキューピンシャンポン。とりあえずハネマンですよね。初トイトイドラさん。ざわ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 。チーソーはもうないですね。ない。うん、でキューピンが日向さんのキューピンと生に一人。これちょっと危ないんじゃないかな。でもパーピン一応手から出してるのは見てるだろうから。うんあこれどうすかね。想像切りますか。ななちゃん、ね、でも酸素切れるちょっと感じもないからこれ危ないですね。キューピンが消去法で出そうな想像に見えてますかね、うん、おおおお世の中やってみるもんですね。ありがとうございます。やってみるもんですね。さんまに慣れてない人たちが打つとこうなりますね。どうする？そんな、そんな映像も今お届けしてる。ランピン切ってるね。大車輪もちょっと狙えそうな。カジさんが2枚いる。そうなんだよ、私のところにだけカジさんが来てくれない、うんペイは抜けない。あ、テンパった。おやだもんね、ナナちゃん。闇天、チートイドラ。チーソー、お帰りに。これ日向がチーソー切ったらダブルオンで、ね。ああ、もう。何があったろう。今バーカバーカって言おうとしそうになりませんでした。大丈夫ですか。皆さんお口にチャックしなきゃいけないんじゃないですか。あばばばばば。白。アクア、ションパイ。なおちゃんもダメダメ系じゃない？ダメ。へへん。おお。あとはキューピンがじゃあ一枚一枚いるだけでね。最近の子も相乗り自体知らない。え、あのピンクのバス知らないの？え、ワゴンだ。なんだっけその後に出たなんちゃらかんちゃら。ラブステッラブステッチテラスハウス。ああはいはいはい。とかの世代。全然わかんない。今はテラスハウスみたいですね。テラスハウス難しくない？見たことない。私もない。ややこしくない？なんか。どういうこと？なんか相乗りってなんかわかりやすくない？うんうんうん、だからあのなんか女子力高い子は見てるよね。テラスハウスは。え芸能人とかがやってるやつ。テラスハウス。芸能人でもなんかモデルさんとかそういうのいるのかな。よくわかんないんですけど、綺麗な子たちが、うん、どっちも綺麗な子たちがやってるイメージ。いやちょっと待ってもう。こんなはずじゃなかったのに。片言や。本当に。なかったのに。このはずじゃなかったのに。あとも歌うわね。最後までいきます。9万は一枚自分で捨ててます。九万一枚だけなんですかね、多分そうですね。今も連絡とですか、うん。ほとんどないですね。その泉さん、うんうん、泉ゆき子プロが祈りで、まあ仕事関係でもあったりとか、うん、プライベートでもよくしてもらってますけど。うん、あれはさ全部さリアルガチなの？私はめっちゃリアルガチだった。もう入ってすぐに。うんどうぞみたいなラブホーに突っ込まれて、ラブホーにね、なんか台本とかもないし、もう急にカメラあるし、おおみたいな、すごい本物だと思って、大丈夫
お結局上がりでずでしたね。上がれず、上がれそうやったのに。ゆうとか急ピンね、切りそうだったんで。吸収しましたね。ないんだね。はい、2人転敗。すごい。1000ゴールですね。トン2曲の一本場です。7000の親番ぞっこう。急走で。ナブトンワンコ。ワンコだよ。熱い熱い、急走丸。お。めっちゃ良くないですか。急走統一つった。ったダブトンドラドラ。ダブトン。ああ。ガンガンから。お、これはチャンス。上がれそう。いいですね、これは。先手取ってリーチ。こっちか。いやー、嬉しい。絶対笑ってたもん。でも国士だとカジドラ意味ないからね。カジ意味ないですね。国士じゃなかった。楽しい。ひなたも。カジさんいるば楽しいよ。あ、ここは本一に行く。さっきあれだね、ワンパイだったんだ。カジさん。確かに。ね。あ、そっか。うん、そうだ、最後まで。あ、でも国士じゃなくて普通に上がりいい感じでね。ああ、アンコテンパイ、テンパイ、ダブトンドラさん、ダブトンドラさん、まあまあね、リッチはちょっとね、早く、3個とかもね、すごい素晴らしい、すごいすごい、僕でさ、超今日は攻めますみたいなこと言ったじゃん、秒で降りたよね、知ってる知ってる、二曲、もうあれ、ひなさんお帰りですかみたいな、ご帰宅でみたいな、ビビるじゃん、ポン、え？何ビビるじゃん。何にいろいろとシャーちゃんのシャーガチビビりだよね。やっぱりほら一回共演やったからさ震えてるよね、すでにもう。お、二人も泣き。ただ小笠原はちょっとカチカチだ、ちょっと遠い、カチカチカジで。サブロキューピンとかね、引くとはっ、カチカチ。おー、でも追いつくのか。もういいシャンテン前向き。いや、全然全然全然私お山んテンパってんのにと思いながらえなすよね。静かですもんね。何何何テンパってる。やっかいだから。喋れなくなるから。めちゃくちゃ静かにやって。次はもうごめんなさいで済まないかもしれないじゃん。もう謝ってもちょっとって言われる。あと一個しかない。あと一個しかないよ、もう。ウーピンみんな切らへんの。ナスカジを求めて。すぐは出なさそうですよね。カジを求めてですか。なんかさすが。あ、これは面倒だ。ナナちゃんの目キラキラしてる。かわいい。ナナちゃんも来た。ナナちゃんはヤンウーピンです。リーチダブトン4丁。うわー、これおやばいありそうですよね。リャンピンが3枚。3枚キ。あ、サブロキューピン。はい。ひなたもテンパイ。ひなたさんがあるかな。私は攻めている。私は攻めているって言ってる。そうだ、間違いよきれいね。あんぱい。みんな攻めてるからね、これ。ああ、これで上がりになりましたね。シャア。8000は9000です。シャア、赤。本日赤。漫画。はい。はい、8000は9000。いやー、7000惜しかったですね。悔しそう。これでトン3曲。親が小笠原になります。お、なんか良さそ そうね、親番の小笠原ドラスーピンです。赤ドラ、赤ドラ、カジなし、カジなしで、今ひなた、あ、ハクが統一でした。ひなたもなんか良さそうな手がまとまってる、ピンズの多い手配だったように見えました。ほんまや。お、今日はピンズや。おお、いいシャンテン。なんかね、ガラガラの時だけね、喋るなって何度も私注意されて、何度も同じ過ちを犯しみたいな。あったね。もう忘れちゃった。結構気にして根に持ってんの。根に持ってるの。怖い。根に持ってんの。気にしてる。仕事してる男性ってちょっとキュンってせん、仕事してる男性どんなことに。俺だよ今、今俺仕事中だよ。確かに、呼びました。仕事中の男性僕です。
いや空耳っこ聞こえなかった。あいつ頭しばきだな。え、私にしか聞こえないやつこれ。私に聞こえてない。怖い。この現場出るって噂だもんね。あいつら絶対光ってやってますね。仕事してる男性でもいっぱいいるじゃん。何でもいいよ。俺だって。なんか一生懸命やってる姿がいいってこと？うん、今だカメラを持って、うん、こうあすいませんでした本当に。何やってるの？わちゃちゃだったね。こうやるこうやってなんか撮ってる角度の顔とかさ、ちょっとキュンってせん？あ真剣な。そう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 。なんかあんま伝わんないんだよなアナウンサーには。そうだね。スポーツ選手とかだからすごい好き。ああなるほどね。きらめく汗ってこと？カジさんじゃん。なんかさ大人になってさ違ったみたい。そこで急に召喚するんじゃねえよ。あれ違った今。スって言っちゃった。あれ今なんかまた幻聴？ね。なんか聞こえたまた。幻聴？なんか男の人がさ、うん、笑ったり泣いたり怒ったりなんて大人になってからさ、まあ、女性もだけどさ、うんまあ、女性はまだあると思うんだよね。そ、うん、とこの人あんまないような気がするからさ、そうそう、うん、スポーツ選手ってすごいじゃん。もうやっぱり、まあ、出すよね。そう。うん、いや別にいらねえし、全然いらねえし。それがいいってこと。そう、それを見てるとなんか大人になって感じれなくなってるもんだなと思って。三品を切ってリーチ。はい、町は三郎荘でーす。感情表現が豊かな人がいてると。そう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 。クールな感じ。三郎荘めっちゃ多いんだね。手配にね、1枚しかな。ここで引いてきたけど。じゃあ、2枚しか使われてない。お、一発もだ。リーチ、一発、ツーン。1、2、3。あ、裏裏。バイマン。バイマン。12000ゴールの上がりでーす。おぉ。激しい。トンの三脚一本場小笠原のゾコです。ドラウーピンです。お、ということは赤がダブドラ。なんか相乗りとかでも、うん、そのメンバーより働いてるカメラマンの人の方が気になっちゃって、やっぱり働いてる男性。そう、仕事してるから。そうそうそう。でみんなで、あのカメラマンの人の方がいいよねみたいな、そこでカメラマンの方に行っちゃうっていうのが、ね、相乗りに出てる男の人たちは働いてないんですか？アイノリに出てる出演中だからね。あ、出演が仕事か。まなしとされてます。仕事じゃないかもしれないし。アイノレよって。なしとはされてます、ね。あ、そっか、影でとか。そうそう、影でみたいなとか。そう、影でもめっちゃ怒られる。ダメなんだ。影でみんなで、もう常にマイクは24時間置いてあるんですけど、うん、トイレとかも。トイレ、お風呂以外は全部もうマイクがついて。トイレでどうする？トイレするときは歌を歌いながらうーとかって。やだー。女子でもですか？女子ももうみんなうーって言うと、マイクがうーって言いながらトイレする。そうか、マイクついてるからピンチ。早かったー。日向の町は感想。え、音を聞きたいってことですか？あの、そのだからなんてだろう、カメラが回ってないときに恋愛トークとかを一切してほしくないんですよ。あ、全部もう筒抜け状態じゃないとダメってことか。そう、だから女子とかで夜あ、そういうことし勝手にしてないようにってこと。そう、この子が好きとか言うとずっと監視してんの？ずっと監視してる。え、着替えるときはカメラはない？あ、カメラはないです。カメラはない。マイクだけ。マイクだけ。怖くない？怖い。しょうがないかなっていう。やっぱカメラ回ってない時にそういうのが起こったら、うん、そっか、うん、いやなんか変にやらせになってもダメだもんね、うんうん、めちゃくちゃストレスかかりそう。大丈夫大丈夫。貴族だけど、うん、6万8000円あるから大丈夫大丈夫。おとなしくした。おお固い女だ。固い女だ。大丈夫大丈夫。悪い大人大体大丈夫って連呼するよね。もうやだ怖い。やだ。そうですか。タナスちゃんを打つとね、飛びがあるから飛んだらマイナス10と沈みの10と飛びの10でマイナス60。60から、うん、表金の使い方がちょっとね、ジュリちゃんもそうだけど現実的なことが多すぎるよね。そうね、夢がないよね、みんなね。多分普通にそこら辺の野菜とか買ってたと思う。飛んだら1万倍1万倍。もう本当に少しでも頑張って今月生きていこうみたいな。必死なのよ、多すぎん。そうなの。違うよ、大丈夫。最初説明あったでしょ。なんだっけ、カジさんがほら、うん、1万点、うん、トータルからだよね。
あ、1万点引きますよみたいな。そうそう、1万点さらに持っていくよみたいな、はい、トップっていうか、あれ飛ばした人トップ、飛ばしても1万点入るってことですね。あ、どっちだっけ、飛ばした人、飛ばして、うん、え、飛ばした人、飛ばした人に、そうだ、1万点入る、飛ばさないで、私実は好きなんだよね、その何、そのエロい感じが私結構なんだ、飛ばさないでだよ、飛ばさないで、私どうすんだろう、メンバー合わせないで、こっちだけ見てる間にメンツができた、わかんないわかんない、エロいよ、いいシャンテン取りましたよ、エロさが出てる、あ、もうね、全然飛ばしたいよね、こっちは、え、飛ばしたい、いただけるものは何でもいただくよ、やだよ、バリーだもん、やだよ、そう、バリーかかってるもん、優勝がかかってるから、一回もないからね、自慢じゃないけど自慢じゃないけど言っちゃう、自慢じゃないけど、お、増えた、私でもいいのに、確かに嘘もなくなりました、なくなっちゃいました、なんで変わるからやだよ、あと1枚やるか、赤が生きてるんじゃないですか、カジさんの悪口全然言ってないのに、言うなよこんなこんないの、お、赤い、なんか丁寧すぎません、皆さんちょっと対応がさっきもあんたが丁寧やったやんけ、いなくなっちゃうから私内緒はいなくなっちゃうから、ナナシさん数層入った時だけ身の危険を感じるよね、確かに、うん、1、1、0はね、そう、うん、ここも追いついた、さあ、リーチ、バリー、バリー、あ、嘘、でも薄い、薄いかもしれないね、あれ、なんかすごいね、ほぼ、行きますって言ったら、あ、切られてるのか、結構薄いんだよね、行ったよね、乱走、乱走ぐらいで、あとなんかほぼ、あの、なんか、でも薄いんですよね、全然ないんかな、全然ないまで、数層が1枚ぐらいまでのレベルじゃないですか、これ、言いそうもないですよね、もう全員、カルキで来て、バリーのために急い、めっちゃ切られてますもんね、もうないんか、全然、通送一枚、通送一枚対、どうする、どうする、でも楽しいからいい、嘘一枚のレベル、あ、結構いい勝負、本当やめてにしとく、え、なにそのリアルな、行きますって言っちゃった、出ちゃったか、テンション上がっちゃったの、やむなしやな、に囲まれたらちょっと先が長いよね、うん、本当に、おお、あ、掴んだ、あ、ひどい、リーチ1つ赤、リーチ8000は9000、何入、はい、何入です、何入、親はひなたから、これさっきがね、あのトップ目の小笠原から直撃だったんで、日向も全然、あ、わー、もったいない、ね、これはどんなんだっけ、ドラはカジカジ、お、あ、カジさんがカジさんになるだけだ、カジさん、カジさんにダブル、オッケーオッケー、カジカジ、あとが、いや、あれ1個だけ形が似てカジー、形似てる、いやー、言ってくれた、親のところに、よしよしよし、チートイとかでいい、それでダブル、行ってもいいか、あとは、あ、チートイがあるか、うん、誰かな、どうするんやろな、チートイです、ローソンから、イエーイ、お、ローソンいいですね、まとまってる、いたね、出会えるよね、こんにちはしましたね、ヤンピンから、みんなすごい捨て牌の切り出しが2人ともどこそことヤンピンみたいなジュン、どうする、チートイツにする、国士も見る、まあ無理ですよね、両方は、うん、ね、同年代トークしよう、しよう、鼻の味噌汁、何区、鼻の何区じゃない、鼻の何区、鼻の鼻、あらさ、あらさ、うん、アラサー、アラサーってあれだよね、30代近場の人みんなアラサーだよね、アラサーだよね、うちらアラサーだよね、みんな、アラサーだね、悲しいね、なんかそう言われると、え、やだ、やだ、やだ、嘘、ごめん、あ、やだじゃない、全然全然ごめん、なんでやだ、なんでやだ、うん、嫌じゃない、私感じる、私はいいんだけど、うん、なんか言われると現実を、うん、おばちゃんって言われるのに、今日ババアって言われるのはちょっと抵抗があるなっていう、私ババアはいいけど、おばちゃん嫌なんだけど、え、ババア、どっち、ババアは、うん、ババアは自分でも自分のこと言うし、どっちも嫌だ、え一番普通の意見がしかもなんなら、あのひらがなのババアは嫌、どういうこと、それが一番ひっくりくるんだけど、お、単位を持ってましたね、カタカナのババアの方がいい、ペーペー、そうなんだ、ペーペー
なんかまあ表記されることあんまないけどバー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 って書かれること、うん、やばい、これドラがリャンピンだと思っちゃう。あ、転売しました転売カズさんだから、あ、2枚切れている、うん、ドラから切ってると思ったじゃん、ね、リャンピン大事にしようと思ってもリャンピン全然何の思い出もいらないよね。今のところドラが4枚、カジカジ、赤赤、赤赤赤赤って言われるの嫌なの。カジさんだ。お、ドラ4、イエイ、これはやばい、チャンス、やばい、チャンスカジカジじゃない。今こそ、今こそよ。あ、あれ2枚増えた。ちょっと今第三の確認したよ、なおちゃんが。笠原もチートイツのいいシャンテン。さあなかなかね、転敗しない日向。でもさ、おばさんになったなって思う時ある？ある。ピッチピンでも結構ね、いい。やっぱ階段の上り下りしようかな。なんか 3段ぐらいから来ない？地下から這い上がってくるの大変。地上に上がってくるの大変よ。沼、沼。沼あ、テンパイ。沼の話してる。初タケピン。リーチ。ひなたのリーチ、町は初タン。リーチをかけました。リーチシートイズ？ドラ4。この初はもうどうでしょうね。あ、いた貼ってたん、姉ちゃん、姉ちゃん貼ってたん。七瀬も追っかけました。待ちわすうちピン、あ、初からだ、あ、からだけど折り打ちがある、まあ、中まだまだないかな。すごいですね。打つならすうちピンのさすがに強い個人的話。何町で張ってて闇にしてたの？そう、確かに役割、ね、役割ってことでしょう。役割で現物じゃない。本当麻雀プラス探ろうとするね。麻雀プラスもたまにあるから。マジか。そう、テクニシャンだから。テクニシャン？テクニシャン七瀬って呼ばれてる。折り打ちしそう。予言、予言して予言。多分端から呼び出すよ。どれだったらいいかなとか全部言ってくれ。4つ安牌チストね。頑張れ頑張れ食べなくてさ、ね、嫌がってるのよ。かわいいね。イエーイ。さすがにこれは永瀬さんがどっかでね、先が長い、なんか先が長い、いけない、なかなか、うん、なんか腰が痛くて寝れない日ない？あるある、ねえ、あるよね。ある、若い頃なかったよね。ない、寝れないぐらい腰が痛いってなんだよ。始めました。ーいトゥモロー、もう単用ドラ4、はい、お、裏、これで倍満、ね、リーダンズも赤赤カジカジ裏ドラ、ドラだ、倍満、はい、復活の七瀬ありがとうございます。はい、これでちょっと飛びの危機もね、うんうん、脱した感じで、だいぶみんな戦える感じになりました、うんうん、あ、やってるよね。やってそう、うん、当てる当てる、すいません、よかばってん、こうエセ九州人っぽいドラウピンです。え、九州の方なんですか、誰か。いや、多分、あ、みんなちゃう、バッテン、バッテン言いたいだけ、言いたいだけお、花瀬さん、赤ウーピンがありますね、ダブドラ。ドラドラカジ。カツがトイツ。ピキもうピキで呼び始め。はい。カジカジカジ。ああ、二匹二匹。もうあと一体か。一体とかピキとか。カジさん。普通に一人二人と言え。カジさんに会いたいな。あ、間違えた変なとこから取ろうとした。お、いいリャンピン、うん、大丈夫、多分、はい、気づかずに進む進行の方を見て視聴者さんしか気づかない、いいとこ行きますね。あとはウーピンにくっつけてみたいな。ガサラはもうここで七瀬さんの親を落とせば、あとはなんとかなる、安泰って感じだね。なんか役も出したいですね。役満でもなんかあります、なんか何回か見たな、人様の上がるとなんかあるんですか。おめでとうって、おーいすごいみたいな、よかったねって、今日もハッピーデーだねって言って終わる。ピンチピン、
いいところ引きました。なんか粗品とか出てこないもんね。ないね、そういう粗品ないない、粗品ってシュークリームの1個ぐらいくれてもいいよね。ね、ドラシュークリーム1個ぐらいもらってもいいよね。いいね、ドラがこれで6枚ノラもう全部全然楽しくないじゃん、私だけ。カジさん、カジさんのいない人生さっきからあんまりあれだね、全然愛されてない、愛されてないね。でもどうする、大きく行った方がいいのかな。とりあえず現実的に行く。うん、飛ばないのが結構大事ですよね、うん、4万点以上に頑張るか。でも2着っていうあれがないよね。もう2着で首作り、うん、あ4万点ないとマイナスになるってことだよね。ペイはアンパイか、ペイはアンパイっぽく残してます ね、うん、ね、あ4万点94でってことで、これさ切っちゃっていいかな。先輩した奈々さんがドラが3枚ですね。赤ドラ、カジ、ダダセのリーチマチはサブロービンです。攻めの姿勢を見せましたよ、ナオちゃんが。ってことはですよ、はい、おぉ3ピン切って持てるよ、うん、私のことはあれです、ゴミ虫だと思ってください。すいません、オッケーオッケー、ザッ、あっ、積もった。あ、すいません、それすいません。あ、ズモ。割った方が得だよ。ズモ。振り点なの。ズモのみ。ズモ一丁。ズモドライチ。千オール。クソ安くなりました。さあ、オーラス。オーラス、小笠原の親番。うん。はい。こんなのだけバレてくよね。ドラローソーです。あ、バイマン、バイマンツモで変わっちゃうか。私ですか。まあ上がればいいですね。そう、最近、うん、取ってるね。2万3、そう、うんうん、カジさん、カジさん、とりあえず、まあ七瀬ひなたはともにバイマンを目指して大きな手、大きな手、カジさん、うん、積もれば2、3トップまで行くんですかね。同点だ。倍率も同点。同点の倍どうなるんですか。同点は、上茶、あのちーちゃ優先なんで、七瀬さんは逆転するし、ひなたも得点で先手上回るんで。合ってるよね。合ってます。オープンリーチもね。あ、そこオープンリーチありますっけ、うん、え、この1ゲームにつき1回あるんで。ずっと上がり続けられるよ。いい半増し。やりたいだったら。ちなみに1ゲームにつき1回だけオープンリーチできますからね。あ、忘れてました。同じくオープンリーチ忘れてた。なんでハーハー言ってんだよ。これからだ、ね、1回できる。みんな1回できるんですよね、これ。で次のハンちゃんもみんな1回できる。ヒットマンちゃんにつき1回。そうそうそう、1ゲーム、1ゲームですからね、ハンちゃん、うん、あのオープンリーチしたことないな、うん、彼氏、いや、温かく見守ってくれるけど、何一つアドバイスをくれない。目は真剣だけど、熱い男だけど。何も言ってくれない。でもずっと見てくれてる。あ、テンパイしましたね。テンパイ。イースーソーか、サブロッキューソー3品か。ナナちゃん、もう麻雀行っちゃったから連絡くれ。ちょっと、すいません。タイム使う？タイム、ドラがローソーだから、ドラードラ、カジ切った方が良い。ナナちゃんの決心が固まるまで、オープンリーチしてみんなローソーツモなら逆転トップだしね、リーズもオープンリーチタンヤオ、でも別に何着でもいいんだよね。始まったばっか、だってすごいいっぱいいっぱいやるもんね、うん、6ゲーム使う。こっちつける、3層切るとピンフ、メンタンピンツモ、ナナちゃん可愛いからそれが正解だよ、1、2、3、うん、それが正解だから、これ裏一、裏一でもいいかな。メンタンピンツモ1、2、3、スーソツモで裏一、スーソツモで裏一じゃん。リーチかい、はい、違うんかい。リーチ、あ、リーチだった。かなり お悩みになられた。お悩みね、怖いな、すいません、大丈夫よ。あ、でも結構持ってますね。私が行くから待って。3枚、うん、何ピン、4枚手の中、1、2、3、4、お、ひなたもいい点になってましたね。
何をしてるの？チートイツ、イーシャンテンカ、お、タハフジオ、ピンズで、カキューは、そうか、チートができないですもんね、これ。今更、ね、でも、さんま練習して来られたんでしょ？あ、そうです。そうです。こっちならまず積もってたってやつですね。とりあえず積もる。ただまあ急走だとちょっとね、足らない。さあ、これは現物。ゆずさんも積もりそうですけどね。どうかな。チューンは？チューンは手の中にはない。お、じゃあ日向が追いつく。オーラス。こういうところなんじゃない？え、年？どこ衣装とか言ってる。え、言わない？座るとカジさんいたよ。いたね。カジさんいたよ。待ってるのにカジさん。カジ様。ああ、四枚。全然いるらしい。全然いるらしい。どうすればいいのか。テンパらないね。ローソーがね、勝負だ。やむなし。ハッピータイムに突入するために攻め続けるっていう。そっか。テンパイ。チュンリャンピン。負けてまえ。あれ？ちょっと待って。リャンピンを、あれ四枚行きですかこれ。リャンピン、リャンピン。リーチ。普通のリーチってオープンがさ、あーなるほどね、なんかしかも良さそうなニャンピン、スーピン見えまくりニャンピン、ちょっと違うの、ちょっと待って、よく考えたらでもさ、イーソー吸収、これ実は打ったら助かるもあるのかな、お母さんが、うん、メンピン、メンピン、ドラ、ドラさん、メンピンドラ、まあ裏が乗るとね、つまれば別にもう自力でいけるかなっていう、全部喋っちゃう、どうしよう、待ちとく青みたいに全部言いそうなのに、さあ、いるか、いません、 MM、はい、あ、一回見せて、ああ本当にあと2枚チャンス、でも2枚いる、うん、まだ分かんないですね、4対2、ね、4ピンすごいっすね、ね、さすがに4ピンもチュンも、うん、2件リーチだし上がりは出そうですけど、どっちか先がちょっと長すぎ、先がもう大丈夫、あ、いつも積もりましたね、あ、いた、メンピンツモドラさん、ハネマンだとただどうすかね、追いつかないか、うん、リーズモドラさん、あれ、マンガン、マンガンだ、マンガン、はい、というわけで1回戦トップを取ったのは小笠原プロでした、おめでとうございます。いや、一時はね、7万点近くまで行ってね、サブロスを一発で引いて、どうでした、面白い顔してますね、面白かったですがやっぱこう攻めと守備のバランスが全く分かりません、なるほど、はい、それはこれから追いつかんでいきましょう、はい、はい、おめでとうございました、ありがとうございます。2位が、奈良さんです、はい、どうでした最後、最後、うん、もうわけわかんなくて何で待ったらいいのかわかんなくて、一番自分でわかるやつにしちゃって、そうなんですよ、そうですね、同窓がドラだし、でもロンの時はピンファールですよ、ロンの時はピンファールですよ、でもあれだよね、これがドラだからドラ引きも考えたらタンヤオとこれでやった方が良かったです、ね、まあそうですね、でも先に急走積もってるからどうなるかっていうのもね、そうだね、あ、そっか、はい、まあ、徐々に勘を取り戻してください、わかりました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。そして日向さん、はい、山に4枚いたのにってねいい表情です、リアンスを切ればよかったのかなと思って、あ、上がった時、あの時、うん、いやでも親リーダーし、まあ、あれはあれでいいかと思ったけど、最後できたのに、ね、全然でしたね、あのチートいつも9ピンなら上がれてましたね、あ、初のやつ、あ、そっかそっか、うん、でもさすがにションパイの9ピンやだなと思って、あ、まあ確かに小笠原さんもね、同じチートイスで持ってたっていうやつなんですよね、連絡くれればいい、はい、これからは連絡を密にして、はい、行きましょう、 LINE ちゃんとチェックします、はい、というわけで1回戦トップは小笠原プロでした、おめでとうございました、おめでとう、急に現れるんで、もう心臓が何だろう、ギューって踊ってる踊ってる、かっこいい、踊ってる、めちゃくちゃ踊ってますよちょっと嫌がられるともっとしたくなる、あー、じゃあ、なんか S よりこう意地悪したくなるみたいな感じですか、嫌とか言って
てると、まあ、もっとしたいと思うんですけど、大人になると人を好きになるっていう気持ちって忘れません？老化だよそれはもう老化、奈々ちゃん老化。お願いします。告白するときも、あーデートのときも、喧嘩のときも、ごめん仲直りしたときも、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ